M1127 ストライカー RV はアメリカ陸軍ストライカー旅団で運用される総輪式偵察戦闘車である。スイスの模ク者によって開発されたピラーニア3をベースにゼネラルダイナミクスランドシステムズカナダが製造しているストライカーシリーズの車種である。M1127 はストライカー旅団の偵察監視を任務とする部隊で運用される。 二名の乗員と五名の武装兵士が登場可能である。M1127 の特徴的な装備は、車体上に装備された、レーセオン車製のルラズ3と呼ばれる、偵察用機材である。この装置は、ハンビーンなどにも装着可能なマルチセンサー式偵察装置で、光学式 TB カメラ、赤外線暗視装置、レーザーレンジファインダーなどを内蔵しており、 約 15km 先の目標の補足、監視、距離測定などが可能である。これに加えて5名の偵察隊兵士を車内に搭乗させ、必要に応じて降車させて情報収集活動できる。つまり M1127 は一両でセンサー類を使用した情報収集とヒューミントの両方の能力を有する車両であると言える。主兵装として M20 機関銃あるいはマーク19グレネードランチャーを同じく車体上の銃貨に装備可能である。この銃貨は通常タイプで M1126 や m 1 1 3二装備されているリモコン式の M151 プロテクター RWS ではない。また他のストライカー走行車シリーズの車種と比較してより多くのスモークディスチャージャーを装備しているのも偵察車両である。 M1127 の特徴である。M1126 や M1128、M1134 が通常4発4機のスモークディスチャージャーを装備するのに対し、M1127 では4発12機が装備される。なお、同じストライカー走行車シリーズの M1131 ストライカー FSV とは、車体上の装備も含め、外観が非常によく似ている。ありがとうございます。